はい、こんにちは、116インズです。今回はパドレスの話をしていくわけですが、前回順位予想の現状を確認した際に NL 西地区があまりに予想外の展開すぎて思わず嘆きました。まあ、それに関しては前の動画ぜひご覧いただければと思うんですが、オフにブレイクスネルやダルビッシュ選手を獲得するなど大補強に出て、ドジャースの地区9連覇阻止に期待がかかったパドレスは現状67勝56敗で地区3位、首位から12ゲーム差離されてしまいましたので、地区優勝は厳しそうな雰囲気ですし、なんならレッズの浮上によってワイルドカードの維持すらちょっと怪しい状況になってきました。パドレスの現状についてはいろいろと誤算があったのは間違いないんですが、そんな中で特に大きな誤算だったのはやはり先発陣。超豪華なローテーションだったはずの先発陣が思ったよりも機能していないことがかなり響いているんじゃないかなと思いますね。開幕前の時点でパドレスのローテーション、メンバーからしてめちゃくちゃ豪華でしたし、強そうな印象は受けましたよね。昨年好成績を残したディネルソン・ラメットに加えて、ダルビッシュ選手、スネル、ジョー・マスグローブを加え、さらにエース級のポテンシャルを持つクリス・パダックもいると。怪我などの耐久面だけは心配されましたが、仮にローテーションから怪我人が出たとしても、元トッププロスペクトのエイドリアン・モレホン、さらには球界トップ10に入るプロスペクトのマッケンジー・ゴア、この他2018年ドラフト全体7位指名を受けたサワン、ライアン・ウェザーズもいたりと、期待の若手たちも控えているような状況でしたので、これは今季のパドレス、自慢の攻撃陣に加えてこの強力な先発陣が試合をしっかり作ってくれれば、ドジャースの対抗馬として終盤までバチバチの首位争いを繰り広げてくれるんじゃないかと思っていました。ところが先発陣がここのところあまり機能していませんよね。シーズン序盤4月5月くらいまではおおむね期待通りと言いますか、先発陣の防御率は 3.14 でリーグ5位、 FIP もリーグ5位とちゃんと結果を残していましたが、しかし6月以降の成績がひどい、ローテーションが崩壊したと言ってもいいくらいの状況で、この間の防御率 5.43、 これ先発陣全体の防御率ですからね。これはリーグ14位、しかも7月8月の2ヶ月連続で先発陣の防御率6点台、本当に何が起きているのと思ってしまいますよね。 FIP は多少マシで 4.41 でリーグ9位なんですけれども、まあ、これでもおよそ開幕前に期待した先発陣の姿ではないですよね。怪我人が続出したという事情もあれど、6月以降のパドレスの先発陣はレベルとしては再建中のチームたちとほとんど変わらないくらいのパフォーマンスで、またそういった状況もあってか先発がイニングを全然食うこともできず、6月以降の平均消化イニングは 4.61 回、これは防御率と同じくリーグ14位と、投球内容も悪いですし、ブルペンにも負荷がかなりかかっていたりと、ちょっとパドレスの先発陣ここ数ヶ月いいところがあまりないようです。パドレスの先発陣については誤算に次ぐ誤算で、正直うまくいっていることの方が少ないような現状ですが、まずスネルが想像以上に不安定なピッチングを続けているのが一つ大きな誤算ですよね。レイズからトレードで加入したスネルですが、契約があと3年残っている状況でのトレードでしたので、レイズの判断にはトレード当時驚かされましたが、今の彼を見ればトレードして正解だったなと思ってしまいます。今季のスネルは予四球のペースがキャリアで最悪で、9イニングあたりの予四球が 5.6 個、先発でなくともこの水準は許容しがたいものがありますが、結果として防御率も 4.80 と、こちらもキャリアワーストの水準です。2018年にサイ・ヤング賞を受賞してからスネルはずっとあの年の成功を再現することができていませんが、まさかここまで落ちてしまうとは。フォアボールが多いことも一因だと思いますが、どうしても早い回から球数がかさんでしまうことも多く、今季のスネルイニングを稼ぐことすらできていません。22先発のうち5回を投げ切った試合は11試合、クオリティスタートとかではなく単に5回を投げ切った試合がそれしかないというのは、オフに左のエースとして期待し獲得してきた選手のパフォーマンスとしてはあまりに寂しいものがあります。2つ目、ラメットが想像以上に投げられていないのもまた誤算でした。ずっと故障に悩まされているウアンですが、昨年は短縮シーズンながら12先発で防御率 2.09 とキャリアイヤーを送りまして、サイ・ヤング賞投票4位に入ったラメット。しかし右肘の怪我でシーズン最終先発を負傷降板すると、オフの間もずっと治療を続けてきました。もともとトミー・ジョン手術を受けたこともある選手ということで、チームもかなり慎重にラメットの調整を行い、今季初先発を4月下旬まで後ろ倒しにしたりと、できる限りのことはやっていた印象ですが、ラメットはその初先発を前腕の炎症で負傷降板し、再度故障者リスト入り。その後復帰し少しずつイニングを増やしてきましたが、6月末に再度同じ理由で故障者リストに入ってしまい、これで今季3回目の故障者リスト入り。まだそこから復帰することはできておらず、今季はここまで11先発で防御率 3.67、 イニング数はわずかに34回3分の1と、1先発あたり3イニング程度しか投げていない計算です。
ラメットのこれまでの怪我の歴史を考えれば、彼がフルシーズンの投球に耐えることができるかかなり怪しいことは多くの人も考えていたことでしょうが、チームがあれだけ慎重に調整させてもなおここまで怪我に苦しむことになってしまったのは本当に残念でなりません。ラメットをほぼ1年間欠いている状態なのは、昨年の彼の活躍を考えたらやはりチームとしても痛いですよね。またエース級の素質を持っているはずのクリス・パダックも伸び悩んだままの状態が続いていますね。MLB1 年目23歳のシーズンでは素晴らしい成績を残したパダックですが、昨年防御率4点台後半とつまずいてしまい、今季もここまで防御率 5.13、 失点を防ぐという点においては昨年よりも悪化してしまっています。昨年と比べてホームラン数は減らしていますので FIP は改善傾向にありますが、一方で打球関連の指標がパダックは軒並み MLB 下位レベルにありますので、 FIP と比べて防御率が悪い、失点が増えてしまっているのはまあ仕方がない部分もあるのかなと思ってしまいます。パダックは球種がフォーシーム、チェンジアップ、カーブと先発にしては少なめで、で投球のメインであるフォーシームとチェンジアップがいずれもかなり打たれてしまっている現状ですので、もう一球種ある程度信頼のおける球種を増やさないと現状の打破は難しいんじゃないかとどうしても思ってしまいます。そして追い打ちをかけるかのごとくダルビッシュ選手もここのところ不調ですよね。カブスからトレードで加入し、6月末までは期待通りと言いますか、パドレスのエースと呼ぶにふさわしいピッチングを見せ、防御率 2.44、 オールスターにも選出されたわけですが、ただそれ以降の7先発で防御率 7.13 と突如として投球内容が悪化しています。特にホームランをここのところかなり打たれていまして、6月末以降の7先発35回3分の1で打たれたホームラン実に11本、9イニングあたりに換算すると 2.8 本ですので、一発に泣かされている状況と言えるでしょうか。ダルビッシュ選手に関しては MLB の粘着物質等の取り締まりが本格化したくらいの時期からボールの回転数が減少し、それがしばしば話題となりましたが、他にも先日腰の張りで故障者リスト入りし、その前には左股関節の怪我でオールスターを辞退したということもありましたので、回転数以前にそもそも状態が万全でないことも投球に影響していそうですよね。コマンドが試合によってまちまちだったりと、思ったところに投げ切ることができず一発を食らうという場面が増えているのかもしれません。しかしラメットがほとんど不在で、スネルやパダックもいまいちという状況の中で、先発陣で数少ない計算できるピッチャーのダルビッシュ選手までもが崩れてしまったと。本当にパドレスの先発陣に関しては思い通りにいっていないですね。ということで、非常に苦しい台所事情のパドレスの先発陣ですが、こういう時に若手が台頭したりすれば多少状況もマシになるんですけれども、辛いことに代役として期待されていた選手たちまでもが機能していないと。まずデプスの1番手だったはずのモレホンは4月末にトミージョン手術を受けることとなり今季絶望、球界トップ10のプロスペクトだったはずのゴアはトリプル A で投球を見失ってしまい、現在はアリゾナでフォーム調整の最中、今季の MLB の戦力としてはほとんど計算できない状態にあります。ウェザーズは前半戦こそあまり長いイニングは投げられていないながらも、まずまずの結果を残していましたが、後半戦防御率11点台と MLB の先発としてやっていくにはまだ課題が山積みであることが完全に露呈。内部の選択肢がなくなったパドレスは8月16日にジェイク・アリエタと契約を結び、即先発させましたが、初先発を4回途中5失点、おまけにハムストリングを痛め負傷降板し、故障者リストに入るといった状況で、なんと言いますか、パドレスは運にも見放されてしまっている、そんな印象を受けてしまいました。当初のローテーションが機能していないばかりか、いざという時に代役として期待していた選手たちも振るっておらず、そら6月以降の成績があのような惨状となってしまっても仕方ないよなと納得してしまいましたね。パドレスフロントがトレードデッドラインでマックス・シャーザーやホセ・ベリオス獲得に力を入れたのも頷けます。もう誤算に次ぐ誤算、むしろうまくいったことを数えた方が早そうな現在のパドレス先発陣。パドレスの先発陣は契約の面からあと数年間今と同じ面々でローテーションを組めそうな点もオフには強みだなと感じたものですが、パダックやゴアといったチームの今後のローテーションを担うべき存在の選手たちが伸び悩んでいて、ラメットはろくに投げることができず、スネルも微妙。パドレス先発陣の個々の本来の実力に関して疑う余地はないでしょうが、それをフルシーズン発揮できるか、フルシーズンでチームを支えることができるかという点で、早速不安材料が出てきてしまった2021年シーズンとなっています。トレードデッドラインも過ぎていますので、もう今期に関してはどうにか内部で問題を解決していくほかありませんが、果たして残りのシーズンでパドレスは答えを見つけることができるのでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。